トモです。リオです。よろしくお願いします。さあ2回目の、晩酌トークということで、私山口トモとリオちゃんで、お届けしたいと思います。前回の晩酌トークが、なかなか好評をいただいたという、ことはありがたいですよ、本当にね。それを受けてちょっとカジサクがちょっとまた、ぜひ、晩酌トークをやってみたらどうだっていうことだったんで、ちょっと2回目を、やってみたいと思います。ちょっとね、実はこの晩酌トークを撮影する前に、2人でもうすでに晩酌を始めておりまして多少顔がね赤かったり、してるかもしれませんけれども、その辺はちょっとご了承くださいということなんですけれども、じゃあ改めて乾杯しましょうか。はい、はい、じゃあ2回目の晩酌トークに乾杯。乾杯。今日もちなみにカラケイマー骨噛んでまーす、ね、最後まで映ってるかちょっと分かりませんけれども、やっていきたいと思うんですけれども、ちょっとね話していく前にちょっとこれだけはちょっと言っておかないとということがあって、カジサクの屋根裏部屋というラジオでね、ちょっとスポーツの話になって、昔スポーツ何やってたみたいな話になって、でこんなんやってましたよ、あんなんやってましたよっていう話の中で、リオちゃんってスポーツ何やってたのみたいな話になったの、でね、リオちゃんスポーツ、いやリオちゃんとスポーツの話なんてしてませんよみたいな、ことをねその時は言ったんだけど、あれちょっと待って、もしかしてリオちゃんと昔スポーツの話、何をリオちゃんがやってたかとか話したかなとも思って、もし話してたとしたら、リオちゃんにこれ怒られちゃうぞ、これどうしたもんかみたいなことになったんですよ。でね、ちょっと聞きたいんだけど、スポーツの話ってさしてないよね。してます。してるでしょ、そんなあれしたっけ。したした、そりゃしてるよ。昔何やったとかさ、しました。したっけ。え、覚えてない。何も、いや何も覚えてないことはないよ、じゃあ、いやそのさ、そのそりゃスポーツの話題が出ることもあるとは思うんだけどもさ、その昔スポーツ何やってたかとか、部活何やってたみたいな話とかってした。したってしたって言ってんじゃん。え、ちょっと言ってみて。いや、バレーボールとか、バレーボールね、水泳とかさ。あ、そうだ、水泳だ、ずっとやってて、インストラクターのアルバイトとかも。それは覚えてるわ、ジムのインストラクターやってた、そういう話はしたもんね。何を覚えてなかったの。怒ってる。怒ってないけどさ。そうそう、ちょっと忘れてたかもしれないけれども、ちゃんと、まあそれで言ったらリオちゃんだってさ、その話してる中でさ覚えてないこともまああるでしょ、そら。まああるけど、覚えてることがないじゃん、トモさんって。どういうこと、覚えてることがないっていうのは。全部忘れちゃう。じゃあそんなわけがない。覚えてることがない人なんていないんだから。いいけど、別に、でもしました。あ、そう、間違いなく。それはちょっとごめんなさい、ちょっとなんか、そのちょっと忘れてたかもしれないけれど、でもそんな深い話はしてないもんね、その。あ、そうだね、そんな細かくは話してないもんね。そのスポーツがそんなに話題に上がることないでしょ、その我が家では。まあそうだね、結構話してはいるけど、そう思ってるんだったら別にそれで全然。よくないね。なんだかよくないね。でもトンボさんが本当にスポーツをしてないから、そう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 。ああ、それはそうだよね。聞き流されてるなっていう感じはしてる。あ、聞き流されてるって感じしてました。ご興味ない分野なんだなっていうふうに感じたことは何度もある。それはちょっと本当に、その件に関しては申し訳ございません。まあでも違うのよ。じゃあ今回はね、ちょっともういきなりちょっと
先行き不安なんだけれどもスタートがあんまり良くなかったんだけど、うんうんうん、ちょっとねこの今までの晩酌トークとか、まあ、2人でやったのとか、うん、その家事嫁サックと4人でやったのとかそのやっぱその不満とかさ、うん、愚痴とかっていうさ、うん、話が結構メインを占めてたと思うんだけれども、うん、その今回はねそのやっぱいいところ、うんうんうん、いい部分をちょっと話していくのはどうだろうと思うんですよ。やっぱそんなんばっかりじゃさその愚痴とかばっかりだとさちょっとさやっぱあまりにもあまりにもじゃないですか。まあそうだね、うんうん、私も不本意。そうだよね。結局なんかじゃあどこが好きなのっていうのが思われちゃうかもしれないし、よかった、うんうん、本当はすごいいいところがたくさんあって、よかったよかった、うんうん、って思ってるから、うん、そうだね、そうそうそう、いい話題です。そうそうそう、うん、だから今日はちょっとそういうのをちょっと話していけたらなと思うんだけれども、うん、いいですかじゃあ、はい、ちょっとそのいいところっていうのをちょっと改めてね、うん、ちょっと教えてきていただきたいなと思うんだけれども、うん、いいところね、いいところ、うん、ね、うん、うん、そうだね。いやあるある、うん、本当に、はいはい、なんか当たり前のことなのに、うん、ものすごく新鮮に喜んでくれるっていうのがすごくいいなっていうふうに、ああそれはいいじゃん、うん、ご飯とか毎日作ってるのに、うん、毎日すごくなんか大きなリアクションで喜んでくれる、こっちも作りがいがあるし、うんうん、毎日作ろうっていう気持ちになるのは友、うん、さんがそういうふうに喜んでくれるわけだから、それはいいところだよね、うんうん、そうそう、本当何においても新鮮に楽しんでくれるっていうのはあるかな、うん、例えばお話とかしてても、うん、何回した話でも、うん、まるで初めて聞いたかのようにっていうふうにだってくれるのが、こっちもやっぱ話しがいがあるというか。あのさ、それはさ、うん、そのさっきの話にちょっとつながってくるんだけどさ、うんうん、その忘れてるみたいなことではないよね。いや、忘れてるってことでしょ、どう考えても。じゃあそれだと話が変わってくるのよ。その毎回毎回さ、新鮮なリアクションってさ、うん、覚えてないから新鮮なリアクションっていう話になってるけど今、うんうん、じゃあご飯とかさ、そのちょっとご飯の話をしてるのも、うん、あの本当に、うん、トモさんに、うん、なんかこういうおかずを一生懸命作ったやつを出すと、うん、うん、何これ美味しい、なんていうのこれって言うんだけど、うん、一昨日出したものと全く同じなんですけどみたいな。じゃそれ結構ある。それは話変わってくるのよ。それも本当にメメントみたいな話になってきてるの。その覚えてるよさすがに。待ってリオちゃん。うん、じゃそんなんさ毎回忘れてさ、初めて食べたってことじゃないでしょそれは。いや全くその通りのリアクションなの。本当に、何これなんて言うの、トンテキって言うんだよって、1週間後に何これなんて言うの。いやもうアホやないのそれ、アホやないの本当に。覚えてるよそれは、トンテキが美味しかったなっていう、何十回も作って、うん、あなたが毎回喜んでるのはトンテキですっていう風に私がまた改めて覚えてもらったんだよ。覚えられないみたいなから言うけど、これは毎回喜んでるのはトンテキですっていう風に、うん、新しくまた覚えてもらってた。そうなの、うん、忘れっぽいっていう話になっちゃってるよその。だから、うん、そうでしょ。違う、うん、そうでしょじゃなくて、そのいいところを発表しようっていう、いいところ発表会だから。あでもその、うん、本当にこういう、うん、なんかすごいね、新鮮なリアクションを取ってくれてるっていうのも全て、うん、友さん の, その記憶を失いやすいっていう運が奇跡であって。違う、消しゴムじゃないんだよ。消しゴムじゃないのよそれさ、見る人が見たら心配されちゃうから。
そんな、うん、何でもかんでも忘れてるわけじゃないでしょ。それはちょっとはっきり言ってよ、何でもかんでも忘れてるわけではないっていう。トモさんは本当にお仕事のことは本当にしっかりしてる、うん、そうでしょ、うん、すごい全部ちゃんと覚えてるし、うん、ちゃんと考えてるし、集中力も、はい、ありがとうございます、はい、多分忙しいがゆえに、うん、本当にプライベートの私たちのことになると何も覚えてない、うん、キャパオーバーになってるだろうなっていうふうには思う。でも別にそれは仕方ないから、あごめんなさい本当に、うん、でもそれは私にとってはいいこと、あいいことなのね、でも喜んでくれるから、あいいことならよかったわ、うん、うん、いいことなのね、いいこと、いいこと、いいこと発表会だからね、そのいいこと発表会をしてますなるほどなるほど、わかりました、うん、うん、ちょっとじゃあ、うん、コロッケもどっか行ったところでさ、その次のいいところをさちょっと教えてもらっていいですか。その1個じゃないよね、もちろんね、そのうん、うん、まあ催促するようで申し訳ないんだけれども、うん、あでも、うん、なんかね、またなんか悪いように捉えられちゃうかもしれないけど、はい、私にとってすごいいいなって思うところはちょっと待って、うん、悪いように捉えられちゃう可能性は含んでるの、うん、なんか、うん、今のリアクションを見るとなんか自分に対して過大評価してるようだから、なんかもしかしたら期待外れな言葉が出てきちゃうかもしれない、うんうん、けど、うん、トモさんの私にとってすごくいいなって思うところは、うん、すごく不器用なところ、うん、ああ不器用なところ、うんうん、なんかね、うん、そこにあの食器を置くところあるじゃん、うん、洗い終わった食器を、うん、あれが結構難しくって重ね方によっては落ちやすいみたいな感じになってるから、うん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 、でトンボさんが洗い物をしてくれた日って結構もう本当にぶつかったらお皿1個割れるみたいなぐらいの状態になってたからこうやって重ねたら落ちないよ、こうしたらいいんだよっていう話をたびたびしてるんですけど、たびたびミスってるでしょえ、ミスってるのっていうのはうまく置けてないってこと？そう、全然うまく置けてなくって、うん、でもなんか最初は、うん、これどうすればいいんだろうっていう、でもなんか優しさでね洗い物をしてくれてすごくありがたいから、うん、なんかなそれで怒るのもなっていうので、うん、困ってはいたんだけど、うん、なんかね、もうね、うん、それがね、愛おしくてなんかその、トンボさんがいない時になんか、ぐちゃぐちゃに重なった食器を見ると、うん、あいつまたやってんなっていうほっこりする気持ちをいない時に感じられる怒ってるわけではないってこと？怒ってない、もう全然怒ってない、うんうん、なんか、可愛いなっていう、まあ、家中ほんといろんなところにそういう、どういうこと、どういうことトンボさんがやらかしてるなっていう、ありますっけ、あるある、やらかしてること、うん、たくさんあります、うんうん、なんか本当洗面のところとか、うん、またこれここに置いてんだとか、なんかそういうことがたくさんあるんだけど、でもいない時にトンボさんの気配をちゃんと感じられる、うん、いいところ、うん、愛おしいなっていうふうに思うところ、いや本当、うん、その直してねっていうことではなくて、それは治るとは思ってない、前も言ったけど、で私が文句言ってるところって自分で困ってるんだったらちゃんと改善すればっていうことで、はい、私的に困るからここ直してっていうことは今まで正直言ったことないのね、うんうんうん、だからアイロンとかのね、前回話したアイロンのことも、うん、トンボさんが毎回自分が着たい時にシャツが着られないから、だったらアイロンのかけ方をいよいよ覚えたらっていう提案なの、うんうんうん、そう、だから本人が困るんだったら変えればいいじゃんっていうことを言ってるだけで、うん、基本的に私が困ることに関しては、うん、ここ変えてって言ったことはない。ああ、そうかそうか、うんうん、そう、だから全然変わってもらおうとも思ってないし、うん、変われるとも思ってないし、うん、なんかただ愛おしいなっていう風になってる今は。ああ、そうか、うん、なんかさ、その ありがとう、愛おしいって思ってくれて、うん、それはすごい嬉しいんだけれども、うん、そのいいところ発表会なの今日は、その、うんうん、なんかちょっとさ、できてない部分がすごい目立っちゃってるのね、今のトークだと。あ、うん、いや別にその催促してるわけじゃないんだけれど、うんうんうん、なんかそのもっとその分かりやすいそのいいところっていうのをがちょっとあるとそのいいかなとは思うんだけれどもね、うん、何が言ってほしいのっていうふうに今思ってる言ってくれだったら言うから、私ちゃんと、じゃあそしたらまた話変わってくるじゃんリオちゃんこれ言ってっていうのがまた嘘になっちゃうから、
じゃ、どんなことが言ってほしいのっていうか、まあ、シンプルにその誰が聞いたっていいところっていうこと、その今のやつとかだとさ、そのもうすごい忘れっぽいとかさ、なんかちょっと見てめちゃくちゃ笑ってるやないか。変なの。角丸さんの漫画。誰がモモモなの。誰が緑の巻き羽王なの。緑の巻き羽王のあのー、競馬場の応援してる全員どうぞ。なぜか裸の人。なぜか裸のあいつたちじゃないのよ。ごめん。誰がわかるんだよ。じゃあそういうことじゃなくて、その誰が聞いたってあそれすごいいいねっていうところはなかったらないでいいんですけれども、あったら。ちょっと発表してほしいなっていう、こういう機会に。そうすると視聴者さんもね、その見る目がちょっと変わってくれるかなっていう。なるほどね、見る目を変えたいけど、ね、そのちょっとそのあんまり良くないじゃないですか、あの視聴者さんからの印象っていうのがあんまりね、あのトンボデリカシーないなとか、そういう部分が結構際立ってるんで、こういう機会にリオちゃんがいいところを発表することによって、あトンボってこういう一面もあるんだ、応援したいなっていうことにつながればいいなっていう、うんうん、こんなこと本当は言いたくないの、うん、そうだね、ごめん言わせちゃったんだよね。全部話させちゃってごめん、気が利かなかった。そうなの、そうなの、うん、そうだね、そうそうそう、だからその何も言わなくても、うん、ちょっとそういうのがあれば教えてほしい。なるほどね、うん、そうね、うん、まあでも、うん、私はトンボさんのことは本当に最も素敵な人だって思ってるのね。 ありがとうございます、うん、本当に優しいし、はい、明るいし面白いし、本当気配りもできるし、うん、人の気持ちにもすぐ気がついてあげられるし、人のことも大事にするし、 ありがとうございます、うんうん、ただね、それに関してのエピソードが一個も出てこない。エピソードを言ってほしいの。そう、そうでしょ、うん、エピソードが出てこないってもう本当にほぼ、うんうん、ないも当然なのよ。そうだよね、そうそう、誰だって言えるのよ、この人優しいねとかさ、うんうんうん、そうそうそう、うん、そうなんだよね。だからその具体的なエピソードがさ、その良くないところはちょっとバンバン出てきているので、うん、うん、ありました。あ、視聴者さん、ありました、ありがとうございます。ありました、うん、その、はい、そうだね、うん、すごく人を大事にするとか、はい、ありがとうございます。いるので、はい、あの土橋さんのこと大好き。なんかチームの皆さんのことみんな、いや大好きですよ、大好きなんだよね。ただなんか、あのトンボさんと土橋さんいつもさ、お仕事一緒に行くじゃん、近所に住んでるから。そう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 、うん、車でね、俺の車で、うんうん、なんか、うん、撮影の前に見えて、うん、はぁみたいな感じになってる時があって、うんうん、珍しいなって思って、うん、どうしたのって言うと、うん、もう必ず、うん、今日土橋一緒に行けないんだって。いいだろ、別に現場行けばいるんだから。それがすごい可愛いなって思う。違うの、別に別にね、うん、その一緒に行く時もそんな別に土橋くんがいたとしても、うん、そのそんな別に車の中でベラベラ喋るわけでもないの、うん、その俺黙って運転してる時もあるし、うん、だけどね、そのいないならいないでね、やっぱちょっと寂しいね、うん、うん、そう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 ね。別のお仕事で一緒に行けないとか。そうそう、今日別現場から行くんで、うん、ちょっとバラバラに行きましょうみたいな、うん、ちょっと LINE があると、なんかね、ちょっとだけ寂しい感じがするね、うん、もうほんと露骨に現れてる、それが。そんな、うん、ってなってて、もうほんとにどうしたのって聞かなきゃいけないような空気になっちゃってるぐらい元気なくなるから、本当に大好きだったなと思って。じゃああれ不思議なんだよな、うん、全然別にね、本当にあえて、いやー飛ばしく嬉しいっていうことでもないのよ別に、うんうんうん、だって別にいつも会えるから、うん、あれ不思議なんだよね。ね、
って現場にいるんだもん、ね、いるんだもん、うん、行けばいるんだけど、うん、あの行く時にね一緒に行きたいんだろうね、なんか、あのなんかそれが楽しいんだろうね、うんうん、いや可愛いそれいいところかな、いいところだよ、可愛いよ、なかなか、ね、いいところかな、大体小3ぐらいで終わるよ、ね、未だにそんなふうにどうしても一緒に行きたいみたいな、リオちゃんなんかさ、そのアホみたいになってんのよそのアホみたいになるのはちょっと不本意なのよ、あじゃあ、うん、今までで言うと小3の、うん、すぐ忘れる、うんうん、角丸先生なのよもう皆さん、ですね、その今回そのいいところをね、リオちゃんから聞き出して、その皆さんにね、トンボってそんな一面もあるんだな、素敵だなっていうところをお伝えできればっていう、ちょっとその俺の浅はかな考えがあったんですけれども、ちょっとそのあんまりね、いいところがなかったかもしれない何になっちゃったのじゃあもうほんとね、うん、ほんとにすごい素敵だと思うんだけど、うん、何度も何度も繰り返されることって結構、うんうん、マイナスなことばっかり、うんうん、ああそうだよね、うんうん、その悪いところって結構 目立つもんね、悪いこともいいことも目立つんだけど、うん、いいことは1回だとしても、うん、その間に悪いことが何度も何度も繰り返されてる、同じことが、うんうん、だからまたそれ俺の話、そう、誰の話してんだよお前に決まってんだろ笑いたいよ笑いたい、だから印象に残っちゃう、うん、でも結局それが悪いじゃなくて、うん、もう可愛いな、しょうがないなっていう風になってる、だから全部がいいことになっちゃってる、あー、うん、そっかそっか、うんうん、っていう感じ、そうだね、うん、ありがとう、これからも仲良くやっていきたいと思いますので、ちょっと待って待って、いいところ言えよなんで私だけ発表してんの、絞り出して言ってよリオちゃんのいいところ、うん、いやそれはめちゃくちゃありますよそう見本を見てほしい、ああそういうことね、じゃあ一個言いましょうか、結構長くなっちゃったから俺のやつでね、うん、リオちゃんのいいところはやっぱりね、すごいね、褒めてくれるところはすごい、うんうん、いいところだと思います。すごいモチベーションが上がるし、もうね、めちゃくちゃ褒めてくれんの。なんか、これこうだったよとか言って、あーよかったねとか言って、すごい喜んでくれるでしょう、うんうん。それはね、すごい嬉しいと思ってる。それはこれからもよろしくお願いしますと思ってます。はい、うん。たくさんあるんですよ。たくさんあるんですけれども。ちょっとまたね、うん、これ以上話すとちょっと長くなっちゃうから、うん、あまり長く話してもね、え、物足りないですか、もっといいところ言えよっていう感じですか、うん、まあでも止めてからでもいいよ、カメラを止めた後もね、私がリオちゃんのいいところを言うというね、うん、いいところ発表会は続きそうでございますけれどもこれからも若輩者ではありますが2人を何卒よろしくお願いいたします、お願いいたします、カジサックチャンネルにね、貢献できるように、頑張りますので、はい、これからも引き続き応援よろしくお願いいたします、お願いします、最後にコロッケあ、ちょっとそうか、コロッケそうだね、落としたから起きたのかもしれないんで、コロッケを最後、いやちょっと、コロッケ起きてる？いやちょっとね、あー、コロッケ起きてるね、あー、起きました、
カラオケ、秋田みたい、カラオケもね、これからも3人で仲良くやっていきますんで、はい、皆さんどうか、可愛がってやってください。ということで、トモとリオの、晩酌トークでした。ありがとうございました。バイバーイ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。